はいどうも、ダーウィンです。今回もよろしくお願いします。前回の動画ですね、ついに空を飛ぶポケモンウォーグルをついにですね手に入れることができましたということなんですけども、なんか思ってたのと操作感が違ってて、これがですね空を飛ぶんですけども、滑空がメインでこれ以上上に上がらないっていうところなんですね。それでちょっとなんかこう触ってみたんですけども、この大三浦様とのコンビネーションを使うと結構応用が効いていいんじゃないかなと思ったんですね。手を離すで飛んでからの大三浦、あ、じゃあ大三浦じゃない、ウォーグルさんっていう形でいくと、あ、なんかこんなところにちょうどありました。すいません、取らせてもらいます。はい、いうので大三浦で上がってからの手を離す、ここでねプラスボタンで変えるのもちょっとまあめんどくさいなと、こんなんなっちゃうんでね、こんな感じになっちゃうんで、あ、死んでしまった、死んでしまいました、遊んでたら、という風になるので、手を離すからのですね、わあ、なんか無駄にアイテム落としてしまった、なんか大事なアイテムっぽいの落としたぞ今。まあまあそんな感じで、すいません、遊び心が過ぎました。こんな感じでですね、いろいろと試してみてはいるんですけども、まあでもここから先もクレベースですね、キングの、荒ぶるキングを沈める戦いを今日はしていきたいと思っております。いやー、もうこのキング戦はなかなか今までですね、かなり苦戦を強いられておりますので、ここから先本当クリアできるのかっていうところで、まあ、だいぶ救済措置みたいな感じで、減らした体力の続きからプレイできるとかはあるので、まあまあ最悪そういったところもできるんですけども、まあ、そこはねちょっとこだわっていきたいというか、一応こう一からやって、まあちょっとこう攻略を見つけながらやっていきたいなと思っております。ちなみにこれは急降下でですね、降りとかないと落ちて死ぬというね、ウォーグルさんその辺ちょっと気前が悪いので、Y ボタンですね、これ B ボタンです、ダッシュで Y ボタンで降りると、こういった形で降りてからですねイベントが、ウォロさんいるね、ウォロさんいますね。いやあ、ダーウィンさん、純白の凍土で人と出会えた喜びは格別ですね。あ、下に続いてたんですね。純白の凍土で人と出会えた喜びは格別ですね。なぜいるんだ。ハマレンギさんに頼んだ剣舞茸を届けに来たのですが、クレベースの話を聞くことができました。はい。剣舞茸なんでいるんだ。どうです、お聞きになりますか。それも結構ですっていうパターンもあるんです。まあちょっとわからないんで、ぜひ聞かせてください。はい、ですよね。クレベース、翡翠地方5匹目のキングですね。あれだよ、あいつはとんでもないぞ。本当に口調が毎回変わるから全然キャラがつかめない。教えていただいた話では、氷の塊を弾幕のように打つだけでなく、大きなつららを放ったり、地面から氷の結晶を突き出すそうです。怖いな、強すぎませんか。うん、ちなみに古代のクレベースは高さが30メートルもあったそうですよ。30メートル、6階建て、もうちょっとか、すげえでかいな。大きすぎませんか。うん、大きい。あれだよ、剣舞茸を食べてからの筋肉特訓は効くんだよ。何言ってんだこいつ。よし、戦に行くとしようか。なんか筋トレとかの話になると彼はキャラクターが豹変するのか。なんか丁寧に見えて丁寧じゃないというか。クレベースを見たかったのですが、さすがに危ないと言われましてね。
では寒いので失礼します。いや、なんかどこにでも来るな彼は。五郎さんもう戦い挑んでこなくなりましたね。ありがたい話ですけど。で、氷山の戦場ですね。はい、これはもうあれなのかな、このままこんな感じ。クレベースはさ、うわあ、怪力いるじゃないですか。そうか、交換しなくても手に入るって結構いいな。いやー、またちょっと後でですね。今もう本当にレベルがそんなに対応できるレベルじゃないので、とりあえず氷、クレベース確か氷だったと思うので、バックフーンを先頭に持っていって戦闘に臨めたらそれなりに使えるのかなと思いますね。という形でいってみましょう。いやー、いよいよですよ本当。でもこの5匹沈めた後ですね、何が起こるのかっていうのが全く分かんないんで、意外と長いんですかね。なんかいつもドラクエで例えちゃいますけど、なんかバラモス戦の後にまだ何かあるみたいなね、ところとか、ボスの後が実は大ボス控えてたみたいな。お前さんの気持ちの強さが上回ったか、お前さんの気持ちの強さが上回ったか、いや、人の世界、ポケモンの世界に踏み込むことで得た力なのでしょうか。いや、本当に急に丁寧なことになったりとか。では、永遠の氷を使い、沈め玉をご用意しましょう。なーに、作り方は聞いていますし、私の筋肉があれば一瞬。はい。か、むけ。ほら、ご覧の通り。いい感じですね。クレベースを沈めたいのでしたら、先に進むといいでしょう。ああ、なんか、全然関係ないんですけど、胸元のタトゥーなのか、胸毛なのか問題なんですけど、なんかこう、光沢ついてるし、塗ってるのかなみたいな。まあ、どうでもいいんですけどもね、すいません。すごく気になるんですよね。ですがクレベースはとにかく氷塊を放ってきます。お前さんも沈めるというのであれば、まずは無敵の回避を使うといいでしょう。無敵なんですね。行きます。そのために来たんです。はい、やっちゃいましょう。クレベース、そんなにでかいの？こんな後ろから見るような感じの、どこから来るんだ。振動がすごい。出るか。おお、そんなに？で、あ、黄色。かっこいい。めちゃくちゃかっこいいな。雪原キングクレベース。うわー、こりゃ丸飲みにされるわ。やーべえぞこれは。え、どうするんだろう。でも、あ、なんかこうやって見たら意外とちっちゃ、あ、ちっちゃくない。あ、全然向こう行けないじゃないですか。なるほど、シューティングゲーム的な。うん、これは全然 いらないな。いらない感じだな。これはもうこのままこうやって避けるだけの。沈まれ。痛い。全然、あ、届いた。うわ、口の中に入れたら効きが早いとかね。危ない。遊んじゃダメだ。あ、一発が重い。前は、うお、やばい。こんなに、もう、フォートレスじゃないですか。もう、要塞ですよね、これも。やべ。いや、でも、攻撃が終わらん。さっ。いや、これは、なんか、これまでの、よし、鍛えたポケモンで、いけ。炎効くだろうな。効いてくれるよね。力を示せ。いけるか。あれ微妙だな。え、ちょっと待ってくださいね。一旦、どうだ。どれが効くんだ。え、水が効くの？何？地面も効く。ラスターカノンで鋼も効く。あ、意外とガブリアスさんでしたか。親分でいきますかね。でも、ちょっと変えられないので、今は。
一旦がね、本当にちょっと命削られますんで、とりあえずここはオーバーヒートで一発いっときましょう。セミの威力下がるかな。一旦火炎放射で様子見だ。どれぐらい効くのか。あ、結構効くな。全然いけるな。うわ、でもダメだ。ダメだ、ダメだ。第一の力が使われちゃう。これはダメですね。オッケー。火炎放射で。で、溶かして、溶かしたところに沈め玉。1、2、3、4、5、6、7、8発いけるはずやん。9。あ、無理だ。あ、下がりやった。ダメだな。ということで、じゃあ、次の回に備えて、ガブリアスさんに変えておきましょう。これはね、全然大丈夫なんですよね。てか、回復しないのかな？回復遅くないですかね？冬場だからかな？いや、冬場関係ないか。全然これは余裕なんですけども、この後の回避行動が、これ。これはまあ。これもまだ、ああ、こういう軌道で来てたのか。遠目で見ると分かりやすいですね。ミサイル。つららミサイルが来る。これも避けられる。だから今までのキングの中で一番避けやすいかもしれない。なんかこう攻撃が固まってきてるだけで全然これは大丈夫。よし、ガブリアスさん行こう。なぜピヨピヨになるんだろう。なんか勝手に襲いかかっといて勝手にピヨピヨするっていう、なんかキングの悲しい定めというか。さ、大地の力こっちも使いましょう。いけ、大地の力で首絞めろ。よーし、一発。これで完璧ですね。そんなに大したことないから、もしかしたら1、2、3、4、5、6、7、8、9。よっしゃ、9発当たった。いけます、いけます、意外といけます。ただ見てない技がまだ出てくるかもしれないんで、これだけを気をつけないと、まあ、ここはね。あー、出た。ほら、もうこの二重の、いった、なぜ当たった。二重攻撃ですよ。これはでも逃げきれないから、ここは避けた方がいいのかな。こんなに慌てなくてもいけそう。これ、あー、交互に来るけ、交互に来るけ。あー、つららが今度、下に残ってるけ。ちょっとアップデートしてるじゃないですか。これも、うわー、だから早い早い、さっきより早い、さっきより早い。あったいったいった、やばい。めちゃくちゃ速くなってる。逃げるとこなくしてきてる。やばい。うおー、あえて飛び込む姿勢で。これで終わりだ。よし、ガブリアス、ラストだ。よし、これでいっちゃおう。もう倒せますよ。これでラストですよ。多分ですけど。いっけー、ガブリアス。大地の力を感じさせろ。よーし、抜群でございます。さあ、沈め玉、沈まれ、ダメだ、沈まりたまえ、1、2、3、4、5、6、7、8、9回いけるはず、10、11、無理か、くっそー、ダメだ、これはまずい、これを避けたいけど、あー、どうするかな、これはもう普通にこうの方がいいのかな、これでいいのか、これで正解なのか、攻略法は正しいのか、今のところ攻撃食らってないから大丈夫なんでしょう。あ、なんかクレベース、あの全然関係ないですけど、あ、危ない、関係ないとか言ってない、わかっちゃう。いや、なんか象の耳みたいで可愛いなみたいな、全然関係ないんですけどね。おっとっとっと、危ない、よっか、2回は無理だ。象のもう耳とか言ってられない。やられてしまいました、申し訳ない。グラですね。いや、それはいいんですよ。無敵時間よりもミサイルですよ。ミサイルをどうやったら早く避けられるのかなんですよね。そこですよね。はい、というわけで、なんかもうちょっとお約束みたいになりましたけども、2回目の挑戦でございます。まあまあ、最初に食らってたのがちょっと良くなかったなっていうのは正直ありますよね。まあでもこれはゆっくりなので、こうシューティングゲームの弾幕を回避するような感じで左右にこう増えていくだけで OK。 うおー、危ない。ちょっと後ろに下がればね、案外いけたりします。でこれが、直線に来る
境界ですね、下からの空が通る、はい、これも別に危ない、これがね、ちょっと出どころがわからないんで、ちゃんと上見とかないと良くないなということですね。で、最後に、このレーザー光線的な、これはまあ向かうようにやれば大丈夫、ガブリアスという武器だ、早かった、ちょっと早かった、はい、というわけで、地面タイプにどうも弱いらしいです、鋼でも OK、水でも OK、 こう結局じゃあ氷と何だったんだろうって、氷じゃないのかな、そんなことないと思うんですけど、はい、 OK ですね、一発でございます。なんだかんだやっぱり親分強いですよ、親分ガブリアスは強い、もともとガバイトですけど、よし、あかん、ちょっとこれは遠いなというところで、やっぱりこうパーセンテージで技の感じが変わるんですね。多分あのちょっとだけあのゲージがこう4分割されてる、あれが関係あるのかなと思いますね。今でまだ 75% 未満という感じで進めておりますけども、よいしょ、もうこいつは結構本当今までの敵と比べたら落ち着いて対処できる、これぐらいですね、この氷ミサイルがやばい、ほんと要塞ですね。こいつ欲しいな、こいつに乗りたいよね、早かった、よいしょ、 OK でございます。そうなんですよ、なんかこうこれこのなんか前の牙なのかなみたいなのが開いた時のなんか象の耳感がすごく可愛いなっていうのがね思いますけどもね、はい、最後1、2、3、4、5、6、7、8、9発いける、あれ遠い、無理だ、いけてる、あーでも当たってたな、よしよしよし、これいやでもあんまり遊ばない方がいいかな、もう2回目なんで、これはなんか向かって回避でもいけそうな気がしなくもないんですけど、あれあのつらら攻撃してこないな、まだじゃ半分以下か、あれはそうか、 50% を切るとつららとの連続攻撃になるようなのかな、ここまでは全然さっきまでと一緒ですよね、ということは2回目の時はあえて 50% 切らない、そんな攻略方法もありなのかもしれないですね、逃げるのが苦手なタイプでしたらぜひそういう方法で攻略してもいいかと思います、ほいということですね、これで1回あっとくかな、どうでしょうか、いやー OK ですね、結構もうこれで慣れたものですね、はい、というわけでもう一度第一の力で、これの後に何か戦い控えてるとかあるのかな、もしかして、はい、抜群でございます、 OK、 これもできたらこの前の牙に当てる方が距離的に近いのでそっちを狙った方がいいのかな、このこっちの、これでも意外といけそうな感じですね、その力技で、もう今までこの空いてる時間にコツコツやってたタイプ、危ない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 、危ない危ない、ダメですダメです、あーダメだ、欲張っちゃダメだ、身の程を知らないと思って、はい、なかなかこういうところを乗り越えて、これこなあ二重できてる、でここからミサイル、これが一番速くて怖い、なるほど、あかん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 、これは無理だよ、絶対無理じゃないか、絶対避けれねえぞ、あれはなんだ、どうすればいいんだ、あれはどうすればいいんだ、本当に、よし、オッケー、これでいけ、これでもラストにしときたいな、これで大地の力で最後の効果抜群アタックで、さあいけるか、1、2、3、4、5、6、7、8、おい、行ってくれ、そのまま頑張れ、届け、届いた、
届いた、よかった、終わった、ズスン、静まりたまえ、静まってくれ。わあ、いいな、この清められている感じだけど、まあもともと別に、あ、こんな色なんだ。え、ボディはちょっと茶色っぽいの？あの純白の感じではないの？いやいや、でもかっこいいなこいつ。うん、ゾウエレファントでクレベースですね。いいですよね、このほんとなんか使いたいやつだけが使えばいいみたいな感じのデザインね。はい、つららのプレート手に入れました。これでプレート揃ったのかな。おお、静まってしまった。浜先生、そんなに気を落とされなくても。ですが、あのように大きく強いクレベースが人の手によって沈められてしまうとは。空から落ちてきたダーウィンなるもの、化け物ですか？なんか君には言われたくないって感じがしますけどね。はい、化け物じゃないよ。口調が変わるんですよね、この。まあまあいいでしょう。はい、自分の危険を顧みずに荒ぶるキングを沈めてくれた人。カイさんは結構ね、信頼得てますから。ダーウィンさん、ハマ先生は真珠団を心より大事に思っていてくれるし、神王様を心から信じているの。だから金剛団や銀河団と交わり、神王様を思う気持ちが薄れることを誰よりも恐れて懸念なされているの。誰よりも恐れて懸念なされていたの。でもそれも変わるね。そうなの？かい？ダーウィンさんが教えてくれたの。仲間のポケモンがいれば共に困難を乗り越えられるって。私もグレイシアの強さもっと引き出せるようになりたい。もっと広い世界を見たいよ。おお、カイさん変わったな。なるほど、カイも変わりましたな。年齢がわからん。いやー、さすがだよなダーウィン。関さん、お、いいですね、わさびちゃんもね。荒ぶるキングをすべて沈めた。時空の裂け目も何か変化しねえのかよ。してほしいのかよ。するんだろうな。でもそれはわからないよ。心なしか裂け目が小さくなったようだけど。そのようだな。そうなのか、そのように見えないこともないか。これで終わってほしいよな。また不思議な雷が落ちたとしても、ダーウィンがいれば大丈夫。そんなこと言うなよ。ダーウィンがいれば大丈夫とはいえ。そうだね、ダーウィンさんがいるもの。あの世を買い、お互い信じる神王様は異なるが、俺は真珠団も悪くないと思うぜ。適当なことを。なんかいい感じになってる。さて、すべてのキングを沈めたんだ。電木の旦那のしかめっ面、どのように変化したか見に行こうぜ。はい、というわけでございます。いやー、クレベース、思った、やられといてっていうとこもあるんですけど、思ったよりも攻略が、バサギリ以来ですかね、結構簡単な気がしましたね。ただ本当にミサイル、あれあんなにボンボン来られて、どうやって攻略すればよかったのかって感じですけどね。クレベースを沈める。ことの是非はまだ分かりませんが、良き戦いでしたぞ。はい、ありがとうございます。カイさん、ダーウィンさん、キングとクイーンを沈めてこれからどうなるのかな。
関さん、さて、すべてのキングを沈めたんだ。電木の弾も、しかめっ面って、その、まあまあ、いつも表情変えないですけどね。電木の旦那のしかめっ面、どのように変化したか見に行こうぜ。はい。わさびちゃんは？空から見ていたけど、大迫力の戦いだったね。そうですか。あ、空から見てたってことは、その時のはウォーグルさん、あなたが乗られてたんですかね。っていうところで、え、これどうなってんだろう。こ、落ちたら泳げる的な。ああ、全然水じゃなかった。そりゃそうか。全部凍ってるんだもんな。もしかしたらと思ったんですけどね。というわけで、これであとはもう戻るだけっていうところになってるんですね。いやいや、なんとかここまで来ました。本当にあっという間でございますけども。はい。出口に戻りましょう。あれ？あ、出口ね。雪原ベースの方ですね。はい。というところでございますね。何が起こるかわからないので、ちょっと回復だけさせてもらいましょう。すいません。はい。もしかしたら連戦が始まるかもしれないんで、はい、というところで報告できることは特にないようですね。ラベンさん、最近出番なかった。これからどうするんですか。村に戻って報告するっていうところですよね。では、ことぶき村に戻りましょう。大丈夫です。警備隊も一緒ですよ。はい。というところで、電木さんに報告をするというところですね。ああ、夜のことぶき村いいですよね。はい。というわけで、今回、クレベースですね。打ち倒しましたけども。まあ、こういったところから次何が起こるのかっていうのが全く予想できないので、一旦は今回はこれで終わりたいと思います。また次回ですね。いきなりもうラスボスなのか、まだまだ続くのかちょっとわからないんですけども、それに備えてちょっとだけ今だったらまだ動けるみたいなので、少しですね、鍛えておこうかなと思います。本当に何が起こるか分かんないんで、めちゃくちゃ不安ですからね。レベルが40代とか多分対応できないんじゃないかなっていう感じですよね。ガブリアスさんだけ本当に最近捕まえたんで一番強いなっていう感じですけど、はい。初期にいる爆風が53とかですからね、ちょっと危ういですね。なんか親分たまに戦うとレベル70とかだったりするんで、はい。というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。